おはようございます。和道です。2018年4月の17日朝の6時です。よろしくお願いします。捨て頃のトレーニング再開するんでよろしくお願いします。映像音声問題ない？どう？みんな映像音声問題ないっすか？教えてください。オッケー、ありがとう。
ダメだね、体なまってるね。下半身が安定しない。ふらつくね。下半身が弱くなってるよ。今やってる花火一発につき1分シャドウ全力でやります。追い込んでください。やばいな、これ負けるぞ。次ね、直樹兄さん。基礎からどうね。あ、やっぱ。これはまずい。亀尾さんいらっしゃい。これはひどいな。太ももパンパン。これちょっとやばいかもしんない。ゼロに戻ってるね。下半身がついてこないわ。これはまずい。もう筋肉痛だもん。これはやばい。全くダメだ。
はい、ワード2。それ力でやったよ。いや、ひどいね、ちょっと。体力がゼロ。ちょっとこれはまずいね。走り込みやってこなかった。キレがね、なくなってる。壊れる。あ、大丈夫だよ。そこまでハードなことやんないから。ただね、太ももがもう足腰が全然ダメ。股関節はね、この動きをしないとね、パンチは打てないんだよね。しょうがないね、これは。痛いけど、ストレッチしてやるしかない。ランニングコースだから。
1分もボケねえな、やべえな。大したな、固くなったな。ダメだこれ、多分ね1分も動けないと思う。ひどい、1ヶ月半の練習でスタミナ全部ゼロに戻っちゃったね。バカだな、もったいねえな。はよはよ、ごめんね、なんか電波プツプツ切れて申し訳ないっす。
バッテリー切れっかな。バッテリー切れたら帰るわ。あと 10% か。もう10分ぐらいしたら帰ります。そうだね、朝だからウォーキングだね。朝のツーはもうお酒飲んだの？もうバッテリーあと10分で切れるから帰るよ。まだある？飲みな。お仕事毎日お疲れ様だね。頑張ってるねツー。ハートありがとう。ボディがラーキーだって相手の方が背高いもん。ボディ入らないよ、上から来るんだもん。ボディは上からじゃ打てないよ。ボディは普通がラーキーなんだよ。これをブロッキングってやるの。こんなボディ守って戦ってるボクサーいないよ。帰るか。お腹は地獄だよ。腹にもらったら地獄。超苦しいよ。顔面で倒れた方が全然気持ちいいよ。じゃあ帰ろう。お疲れー。
帰ります。疲れた。家に帰って雑談やりましょう。ゲロ吐きそう。体力なすすぎてゲロ吐きそうだよ。これは3日ぐらい1時間シャドウやって3日後からジム帰らないとね。これ大変だ。今回ね、みんな練習配信しないよね。やる気ねえんじゃないの。どかそばっかりだから。かそばっかりじゃん。ある程度有名配信者じゃないと出れない方がいいよ。やる気があるか。毎日練習配信してるぐらいがちょうどいいんだから。いやーすごいよ。ツイキャスのトップ3位に入って30万アクセスだよ。ニコ生勢だから知らないけど、リアルタイム3万人視聴だよ。超話題だよ。ニコ生勢だけでは知らなかった。プロの格闘家とかも知ってるぐらいだもん。300人満席。6月の23かな。便所太郎さんのツイキャス。暗黒絡みは出ないかんな。前回負けちゃったけどね。いただいまーす。よいしょ。来たねえ部屋だな、おい。暗黒のでもニコニコの王でしょ。ニコ生の王じゃん。それは間違いないでしょ。ニコ生の王なんだから。